文部科学校に応募され、多くの志願者の中から選ばれ、本日晴れて入校されました。横須賀市は皆さんを心から歓迎いたします。国防は国民の貴重な生命と財産を守るための基本的かつ重要な柱です。そしてまた陸上自衛隊の災害派遣活動には目を見張るものがあり、その頼もしい姿に多くの国民が感謝をし、困難に立ち向かう勇気と希望を与えられたに違いありません。この高等工科学校は開校以来、そのような陸上自衛隊の第一線で活躍する若く優秀な人材を育むところです。貴校の生徒が横須賀市姉妹都市交換留学生に合格をし、ここ5年間連続して海外に派遣されていることも横須賀市の誇りだと思っています。これから皆さんは多くの優秀な先輩を育ててきた教官のご指導のもとに教練に励まれるわけですが、横須賀市には国際人を養成する多くの事業がありますので、これらを活用し実りある学生生活を送られることを心から期待をしております。また在校中は横須賀の街をたくさん歩いて、横須賀の街のいいところをたくさん知っていただきたいと思っています。結びに皆さんの入校を心から応援し、その前途に栄光あらんことを記念申し上げて、私の挨拶をいたします。平成26年4月7日横須賀市長指定。ありがとうございました。新入生客席、本日の入校式にあたり、部内外多数の方々から祝電をいただいております。祝電につきましては第一教育会1階ロビーに掲示しています。生徒職員起立、校歌斉唱。校歌は1番および2番を斉唱します。
壇上にご着席のご来賓の皆様、ステージ左側から会場願います。ご家族の皆様にはご案内申し上げますので、ご着席のまましばらくお待ちください。ご来賓の皆様、会場願います。